ベネズエラ文学では、ベネズエラボーリバル共和国の文学についてが一説する。アンドレス・ベイリョ。独立戦争の時期には、アンドレス・ベイリョが活躍した。青年時代に、アレクサンダー・フンボルトから影響を受け、独立戦争の展開の最中に、イギリスに渡ったベイリョは、その地で、熱帯地方の農業史を表した。アメリカ合衆国への帰還後、ベイリョは、チリに渡り、 地理大学の創設者となった。独立後は、フェルミントロが、詩や、小説の中で、ロマン主義を展開した。ニカラグア生まれのルベンダリオによって、モデルニスモ文学が、イスパのアメリカを追うと、ベネズエラからもルフィのブランコフォンボーナが、アメリカ物語や、黄金の男などの小説を残し、マヌエルディアス・ロドリゲスは、砕けた、偶像、貴族の地で、ほぼ完全に、 自然主義とモデルニスモ文学を融合している。ロムロ・ガリエゴスは、文体的にはモデルニスモから出発したものの、自然主義的な観点から、時刻の密林や平原などを舞台に、様々な作品を描き、最後のソラル、ドニャ・バルバラ、カナイマなどの小説を残した。後に、ガリエゴスは短期間大統領となった。同時期には、赤い槍。 エルドラードへの道などのアルトゥーローウスラルピエトリも活動していた。ありがとうございます。